はい、お疲れ様でした。9月16日の桧原湖ガイド終了しました。ですね、まあ、今日は、まあ、風も比較的、まあ、強めですね。強めの南東の風が吹いてくれて、まあ、それのおかげで、結構よく釣れてくれたんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、今日釣れたのは、まあ、ライトリングから行くと、まあ、ネコリング、ダウンショット、ライトキャロー、表層、水面ですね。水面と、あと、ベイトタックルの、まあ、10グラムくらいのキャローっていう感じでした。で、まあね、結構かなり、ね、ほぼ40アップ平均の、まあね、連発、6、7連発とか、まあ、あったり、表層でもう40アップ拾えたり、みたいな感じで、まあ、比較的よく釣れたのかなと思います。まあ、朝から順に行くと、まあ、朝は、まあ、そうですね、まあ、そんなに深くない7メーター、8メーターくらいの、まあ、魚が回遊している場所をやって、まあ、そこもそこそこ釣れたんですけど、まあ、そこの魚は、まあ、結構、まあ、比較的何でも釣れてくれて、まあ、ライトリング系何でも釣れてくれて、まあ、ただ、黒の色が、まあ、ちょっと嫌われてるような感じで、まあ、あんまり黒だけバイトが出なかったり、もしくは黒でバイトが連発してくれても、まあ、かかりにくい、まあ、要はバイトが浅かったりって感じですね。うん、朝はそんな感じ。でも、その後、まあ、ちょっと巻い、まあ、シャローを巻いたりなんだりしたんですけど、それはちょっと釣れずに、で、昼以下、あとあれか。まあ、それで、ライトリングで午前中釣ってる時に、パッとこの、ブルーフラット3インチのキャロですね。これやったら、まあ、結構でかいやつ、42センチの1キロくらいの釣れてくれたりとか、まあ、そんな感じでしたね。はい。で、午後は、天気予報で昼くらいから曇る予報だったので、まあ、曇っていい風吹いて、表層やろうかなって思ってたんですけど、なんか結局、あんまり、曇んないでずっと晴れっぱなしで、まあ、それでもまあ表層ですね、まあ、水面上段にまあ1キロくらい、まあ、1キロってまあ40アップですね、40アップも釣れてくれたりで、まあ、意外と出ました。で、まあ、その後やっぱりまあ西、まあ、南東の風ですよ。南東の風の恩恵を受けるようなところ回ってって、まあ、深いところ、まあ、食わないところは食わないんですけど、かなり場所によって、もう魚の思考が全然違くて、で場所によってはもうネコリングで、まあ、ボトムから離さないでずっとシェイクしてない、してると食うところもあったし、であと一箇所、ね、40アップ平均でもう6、7連発したところなんかは、まあ、逆にボトムだとあんま食わなくて、ボトムベタベタだとあんま食わなくて、ちょっとダウンショットで少しリーダー長くして、ちょっと浮かしたところでふわっとしてると、もう何頭も連続できたりとか、っていう、そんな感じでした。はい。なので、まあ本当になんか、ね、その日の特徴、その日の傾向とかじゃなくて、本当にその場所、その場所で出会った魚たちの思考を求めているものはどうかっていうのを、まあいちいち探しながらやる感じですよね。はい。で、まあそうですね。まあざっとこんな感じなんですけど、まあいよいよ本当に秋っぽくなってきて、ね、例えばこういうね、クランクベイトとか、まあデカめのトップウォーターとかそういうのも、ね、まあまだそんなに目立った釣果は出てないですけど、まあだいぶね、本気で投げるケースも増えてきて、まあいい感じに季節も進んでるのかなって思います。はい。まあ、そんな感じの本日でした。まあね、まあ今日もこれ南東の風ちょっと普通に吹いて、まあ台風が、まあまだまだ全然遠いですけど、まあ多分台風の影響でしょうね。明日もまた同じ台風向きで、明後日がそこそこ、まあ直撃ではないですけど、まあそんな感じなんでね、多分今チャンスだと思うんで、まあ楽しみたいなという感じです。はい。ということで、9月16日の桧原湖ガイドでした。